皆さんこんばんは。鉄道 YouTuber の快速 SL 大越幸せ物語と申します。今日は、グッドトレインイーデンということで、飯坂福島交通飯坂線の、飯坂線線形電車が、新しく、導入されることになりました。そちらの方の、最新情報を、これから皆様にお送りしたいと思います。飯坂線に新型電車が入線します。イーデンが変わります。福島交通飯坂線に新型車両が導入されます。平成29年春営業運転開始予定です。今後の予定です。平成28年8月末7000系7019-7210号車さよなら運転、以下、こちらの予定があり、平成31年春には、1000系電車への全車更新完了、7000系電車のさよなら運転が実施されます。また、福島交通飯坂線飯田の歴史です。1921年大正10年に、飯田の前身飯坂機動株式会社が設立され、現在2015年、そして2016年現在というふうに、至っております。こちらのグッドトレインイーデン、私の街の宝物として、これからそのイーデンにまつわる、ストーリーの方を紹介したいと思います。福島交通飯坂線線形デザインコンセプト、グッドトレインイーデン、私の街の宝物。ダークブラウン、いい歴史、いい風情、ピーチフラワー、いい笑顔、いい花、いい香り、ジャパンゴールド、いいきらめき、いい未来ということで、この、3つのダークブラウン、ピーチフラワー、ジャパンゴールドの、デザインにのっとりまして、福島と飯田が、これからのね、飯坂温泉のレトロな街並みを、表現してくれると思います。すべてのいいものといいところ、それはかけがえのない私たちの街の宝物。これからを乗せた新型電車線形もまた私たちの町の宝物として、地域の日常に寄り添いながら、多くの方々にいつまでも家族や友達のように愛されるグッドトレインイーデンになりたいと願っております。イーデンに乗るとホッとするね、イーデンに乗ると楽しいね、よろしくお願いします。途中端折りながら、ざっくりと紹介してまいりました。福島交通飯坂線の、新型車両線形の、紹介をしていきました。平成29年、3月には、全車両が、変わるということでね、まあ寂しい気持ちもありますが、これからの飯田がね、福島市そして全国の方々に、愛してもらえるようにね、そんな、ニュースになればなと思っております。拡散の方よろしくお願いします。